はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、サムライ2948です。いつも YouTube のチャンネル登録、スーパーサンクス、Discord への参加などなど本当ありがとうございます。YouTube のね、この私の動画気に入った方はぜひチャンネル登録ボタンからチャンネル登録してください。今すぐしていただいても全然大丈夫です。じゃあやっていきましょう。で、今回の動画なんですが、今回の動画はですね、9月に大型パッチがね来るかもしれないんですけども、それで損をしない、大損をしないためのね情報を皆さんに、今7月7日時点での全情報をですねお伝えしていくというものになります。なので逆に見てないとですね、パッチノートをさらっと見るだけとか変なことしてると大損こく可能性があるので、ぜひね動画最初から最後までご覧ください。じゃあやっていきましょう。で、私が口頭で説明していてもですね、結構だるいというかちょっと難しいと思うので、理解がですね、私もこんなねこんな今書いてあるのザーッと言われても多分理解できないし、逆の立場ならね。で、これ文字だけをねザーッと見てもね、やっぱ理解がどうしても遅いと思うんですね。やっぱり口で説明を耳から入れながら文字読んでいくっていうのが一番ね、学校の勉強と同じで理解が早いので、今回はそのスタイルでねやっていこうと思います。なので私のねこの情報、一応後で皆さんが 見返せるように、この動画の冒頭でお伝えした QR コード、もしくは動画説明文の上の方にある Discord のURL からこちら参加していただくとですね、これいつでも見れるようにしておきますので、ね、ただしておくんですけども、やっぱそれで、ね、見るだけだと辛いと思うんでね、やっぱ動画ちゃんと聞きながら、でこの画面見ながらで、なんか変よく理解できんかったなと思うとこだけ、ここからね見返していただくっていうのが一番いいと思うので、できるだけそれでお願いします。じゃあやっていきますね。で、これちなみに情報どこにあるかっていうと、フォールアウト76の情報データベースですね。ここの中の攻略情報の中の、攻略情報ね、他にも、いろんな人がね、様々な新鮮な素晴らしい情報を書いてくれてるんだけど、その中のここにあります。はい。ちなみにこれ誰が何書いても全然いいですのでね、皆さんどしどし書いていただけると非常に私嬉しいです。はい。めちゃめちゃ嬉しい。じゃあやっていきましょう。で、まずですね、BTS 用の現時点での私なりのまとめのご紹介です。で、7月7日版です。で、一応前提として、9月に実装されるかもしれないし、されないかもしれません。で、別の日にね、実装されるかもしれませんし、将来的に実装、なんていうかな、なんていうかね、要は全部未定になっちゃうみたいな、ちょっとおかしなことになる可能性もあるんだけど、とりあえず現時点ではですね、実装される可能性がやや高めの情報になります。で、PTS って先行プレイテストなんで、今、そこで分かったことをお伝えしていくっていうのが今回の動画ですね。で、最終的にはね、何をどうすればいいかっていうのを全部お伝えしますのでね、この辺でね、安心して見ていただければいいと思うんですけどね。はい、そこまでいきます、今回の動画ね。こういう仕様ですよってところで終わりませんのでね、こういう仕様だから、最終的にはこうした方がいいよっていうのを私なりの理解でちょっと解説ね、していきますのでご安心くださいね。じゃあいきます。で、あとね、ただ PTS のデータなんで本実装でね、大きく変わる可能性ありますし、ね、その辺はご了承ください。ただ PDS のまま実装された場合、準備してる人としてない人でね、ものすごいスタットダッシュが変わって、人によっては大損こく可能性ありますので、その辺もね、ご了承ください。で、まずですね、公式からの発表のまとめをちょっとご紹介したいと思います。で、ざっくり言うとですね、今回のパッチ何かっていうと、一言で言うと伝説のクラフトが実装されるという感じです。もうちょっと具体的に言うと、星3のね、武器ね、たまになんか1個だけ伝説効果、しょうもないのついてるのありますよね。ああいうのは自分の好きなのにいつでも切り替えられるようになるよっていうやつです。そういうのが伝説のクラフト。ただ、それだけだと、超ぬるゲーですよね。なので、実際はですね、そんなぬるゲーってわけじゃなくて、いろいろね、それを行うための条件があります。当然ですね。で、それに絡んでくるものが大きく分けて、2つになります。1つがレジェンダリーパーティクル。パティクルって粒子ね。粒子、粉。レジェンダリーの粉。伝説の粉みたいな粒子。ニュアンスでいいと思います。ね、レジェンダリーパーティクル。で、もう一つがレジェンダリーモードです。で、なんかね、これいろいろ書いてあってすげえややこしいわ。無理みたいに思うかもしれないんですけど、ざっくり言うとですね、どっちも伝説のアイテムを解体してるとたまーに入手できます。たまに入手できる。で、どっちも取引可能です。他のプレイヤーと。で、じゃあパーティクルともっと何が違うのっていうと、パーティクルはね、ただの素材です。素材。木とか、鉄とか、ああいうのと同じ。ただの素材。要は、なんか伝説のね、装備、こう、試しにこう、ばらしてみたら、なんか粉みたいのがサラサラサラって出てきて、なんかこれいろんなもんに使えそうじゃん。みたいなのがこっち。で、もう一つこっち。レジェンダリーモード。これ何かっていうと、伝説の武器とか防具とか、
あのなんか分解してたらなんかクワッドのなんかパーツ取れたでみたいな感じで、粉じゃなくてもうモノホンのあのクワッドとか血濡れとかね、発射速度 25% とかそういうなんか伝説効果が丸ごとこうゴリッとなんかよくわからんけど、形とか全然想像つかないけどなんか取れたでみたいなのがこっちになります。でゲーム内の映像をちょっとだけお見せするとですね、こういうやつになります。これはあのパーティクルじゃない方ね、あのモッドがゴリッと取れたでみたいな感じ、武器解体してたら私の体感で言うと30個ぐらい解体してようやく1個出るかどうかぐらいです。かなり低いですね、かなり確率は低い。でレジェンダリーパーティクルはこれですね、粉。なんでこっちは英語なのにこっちはレジェンダリー粒子ってもう訳されてるのが よくわかんないんですが、こんな感じです。でこれあのガラス片とかコルクとかとね同じようなところにあるんで、まあジャンク素材ですね。はい、これがレジェンダリーパーティクル。まあこれでだいぶね、あの認識は皆さんわかりやすくなったんじゃないかなと思います。でなんですけど、この2つじゃあ何が違うかってもうちょっと話していくと、まあ下はモッドね、もう皆さんわかったと思います。これを使うとモッドを使うとまあ自分の好きな伝説効果を自分の、まあ、持ってるしょうもない武器に付け替えることができるみたいな話。例えば害虫駆除ってついてる武器ね、ありますよね。それをタイアーマーにしたいと。今まではそんなことできなかったけど、その星3つついててあと2つの並びはいいのに、なんか害虫駆除って変なのついてるって時に、その害虫駆除だけクワッドに変えるとか、害虫駆除だけタイアーマーに変える。そしたら残り2つは当たりのねいい効果なんで、3つとも当たりの全部いい効果になってその武器最強みたいな話になるんですけど、そういうのが可能になるっていうのがこのレジェンダリーモッドです。でそのモッドを作るために、まあ、モッドね、解体で、まあ、一応 3% ぐらいで先ほど見た通り出るんだけど、やっぱこれだときついと。きつい。っていう時に、作ることもできるんですね、このモッドを。それの時の素材がレジェンダリーパーティクルです。さっきの粉。粉をね、ぎゅうぎゅうに固めて、ね、ネミネミすると、モッドができるよみたいな、そういう話です。そういう話。で、ちなみになんですけど、なんかレジェンダリーモジュールとこのパーティクルは交換も可能みたいな話があるんですが、ちょっとゲーム内で私ね、確認が一切できなかったので、この辺はちょっと保留させてください。はい。ね、ちょっとどこでやるのかも、どうするのかも全然わかんなかった。本当に交換できるんかぐらい、もう未知数なんじゃないかぐらいのニアスなんですけどね。うん、まあそのぐらいちょっとわかんなかったです。で、次。じゃあ、レジェンダリーモッドね。作ればいいやんと、パーティクルから次々、そっちの方がいいでしょって、この 3% なのね、3%、砕いたとき 3% でしかモード直接出ないんだったら、もうパーティクルからモード作りまくればいいやんと思うかもしれませんが、今のところね、それ、基本、まあ、かなり厳しい感じになっております。で、なんでかっていうと、このモッドを作るときの設計図、それがですね、まあ、覚え方なんですけど、伝説の装備品を解体してるときに、たまーに覚えられるみたいな感じなんですね。伝説装備解体時、超低確率でモッドの設計図が解放される。具体的に言うとね、私ね、今んとこ500個解体したんだけど、1個も覚えられませんでした。今んとこね、未実装なんじゃねえかってぐらい覚えられないので、本当に実装されてるかもわかんないんですけど、確かに。でもね、これね、みんながバカすか覚えちゃったらあっという間にぬるげになっちゃうんで、まあ、すごい低確率っていうね、理由もまあわからなくもないので、まあ、もしかしたら本当にやっぱね、超低確率なんじゃないかなと思います。もう1万個解体して1個出るかどうかとか、1個覚えられるかどうかとか。ね、そんな感じで。作ったらね、一応トレードで渡せる仕様っぽいので、要はレジェンダリーモードってそもそも他のプレイヤーと取引可能だからね、パーティクルもそうだけどさ、どっちも取引可能だけど、トレードで渡すことできるから、要は、フレンドにね、覚えてる人が1人でもいたら、まあ素晴らしいよねっていう話です。はい。もうちょっと言うと、やらしい話をすると、このね、モッドの設計図を運よく大型アップデート直後に解放できた人、もうボロ儲けですよね。その効果がいいやつだったら、例えば発射速度 25% のモッドを私無限に作れますと、やばいですよね。まあそういうことが可能になる可能性があるので、まあこの設計図はできれば優先的に解放できたらいいかなと思います。まあ難しいけどね。で、次なんだけど、モッド使用時のね、注意点っていうのも、今のところ私が試してみた感じ、いくつかありました。で、一つ、モッドを使用するには、レジェンダリーモジュールが一定数必要です。これ、レジェンダリーモッドの話ね。もうちょっと噛み砕いて言うと、伝説を自分の好きなやつに切り替えるっていうのを何回もやってると、まあ、まあ、1回あたりですね、このモジュール、レジェモジュが必要なんだけど、ある程度の数ね、その個数がどんどん増えていくっていうのが、一つの問題。
ここに例を1個書いたんですけども、1回目の伝説モッドの変使用時はレジェ文字10個でいいんですけど、2回目は15個必要です。3回目25個必要で、4回目45個必要です。こんな感じで数列的にですね、ちょっと上昇していってるので、要はこれ10から15でプラス5でしょ、で15から25プラス10でしょ、25から45プラス20でしょね。こんな感じこんな感じで、あのプラスの数がどんどん増えていくので、だからこの次は多分85個必要なんだよねって感じで、どんどん増えていくので、まぁ、ちょっとその点は注意なんで、あんまり変な風に遊んじゃダメだよっていう話です。で、ただ通常素体ね、何らかの希望伝説一つついた装備を持っていれば2回改造を施すだけで完成品になるんで、まあ、実際はですね、まあ、そんなに気にしなくてもいいかなと思います。25個あればいいと。これ具体的に何を言うてるかって話なんですが、要は皆さん多分ね、伝説を切り替えて お望みの武器や防具を作りたいっていう時に、どれか一つだけ希望通りのを用意することは結構可能だと思うんですよ。具体例を言うと、タイヤーマーのフィクサーを用意したいとか、これ多分できますよね。あとは発射速度 25% がついてるけど、他2つはしょうもないフィクサーを用意してほしいとかね、いけますよね。こういうのいけますよね。で、レールライフルで繰りだめプラス 50% がついてるけど、あとはなんかしょうもないのがついてるやつとか、そういうのは準備できると思うんですよ。なのでそういう話ですね。そしたらあと2箇所はまあ、モッドで変更すればいいんで、その時は1回目でレジェ文字を20個使って、で 2個目のモッドつけた時に15個必要なんで、合わせて15足す10で25っていうことですね。なんで 1V 武器や防具どっち、まあ、どれでもいいですけども、実際はレジェ文字はまあ 1V 当たり25個あれば十分なので、まあ、そんなに、ね、心配しなくてもいいかなと思います。だともう一つ、レジェンダリーモードアイテムに交換するとですね、バインドされて取引不可、ワールドドロップ不可に変化します。これ注意してください。これ PTS だとまだ実装されてなくて、普通に床に置けちゃうんですけど、将来的にはこんな風になる予定なので、まあアイテムにね、まあ交換するとっていうか、なんていうかな、アイテムに交換するとって言って、これちょっとおかしいんだけど、ここちょっと日本語おかしいな。まあ要は武器とか防具に適用させると、まあ取引不可で床に置くこともできなくなると。要は自分専用の武器みたい、防具みたいな感じになります。はい。あと、ここからが一番重要ですね。本日層に向けた必要な行動、これをお伝えしていきましょう。まず1つ目、気になる伝説効果がついている伝説装備の確保。まあ当たり前やんって話なんですけども、結構重要なことがあるので、この後ね、どんどん深く話していくので、ちょっと最初ちゃんと聞いてね。これ要はさ、こんなにたくさん書いてるってことはなんか理由があるんですよ。普通に考えればさ、伝説装備たくさん集めてね、でね、2、3行で説明終わりそうなんですけどね。それがこんなに書いてあるってことは、いろいろ理由があるわけです。で、まず一つ目ね、伝説効果が一つでも気になる装備はサブキャラに大量に貯めておく。これ買いたいようですね。お話。要は、タイヤーマーとか、ね、まあ、タイヤーマーとかあんまいいかな。繰りだめ増加とかね、この辺に書いてあるやつ。ちょっとお見せしましょう。武器なら繰りだめ増加 50% とか、クリメーター増加とか、AP 消費量低下とか、発射速度増加とか、こういう装備を解体用として残しておくと。で、防具なら武器重量減少、アクションポイント回復増加とか、あとは自分が好きなやつでいいですけど、そういったのがついてる防具を解体用として、もうこの中のどれか一つでも伝説効果をついてたら、それはもうレベルとか素体とか何にも関係なく、全部保管しておく。っていう話ですね。それがこれになります。で、なんでこの時ですね、気づいた？これタイヤーマーとかクワッドとかチヌレとか書いてないよね、私。これ理由があって、これね、星1より星2、3とかの方が集めにくいんですよ。なんでかわかる？星1効果っていうのはあれね、タイヤーマーとかチヌレとか1枠目の効果ね。で、星2効果っていうのは2枠目の効果ね。例えば爆発とか繰りだめ 50% 増加とかで、星3効果っていうのはじゃあ何かっていうと、武器重量減少とか、リロード速度 15% 増加とか、そういう絶対に3枠目につくやつ。このゲームはだからね、星の位置によって絶対につく効果が何なのかっていうのはもう固定されてるんですね。だから血濡れが3つつくとかないわけですよ、ね、で、血濡れタイヤ、まあ、クワード3つが全部ついて最強みたいな、そんな武器は絶対存在しないわけですよね。その話をしてます。
でそれを理屈を考えると絶対に星1効果を考えて保管するよりも2から3効果を優先して集めといた方がいいんです。なんでかっていうと、要は星1の武器には絶対に星1の効果ついてるんですけど、2、3の効果はついてないんですよね。で星3とかの武器や防具には星1、2、3の効果が全部ついてて、で、まあ、解体していくんですけど、要は星1の武器とか防具は絶対集めやすいんですよ。例えば皆さんさ、クワッドを10個集めてくださいとか、血濡れを10個集めてくださいとか言われたら多分余裕ですよね。もう超余裕。そこら辺で、ね、めっちゃ安く売ってるし余裕ですよ。でもそうだな、武器重量減少、武器重量減少ってこれ3枠目だよね。ごめん、違ったらごめんね。とりあえずまあこれ武器重量減少が3枠目の効果って仮に仮定して、星3の効果だと仮定してやるじゃん。でそれを10個集めてって言われたらさ、1を10個集めるより絶対厳しいんですよね。であとね、解体した時に出る確率がどうしても低くなるんですよ。もう星3の効果ってさ、要は3つついてるわけだから、1つの武器や防具に解体した時に仮にモッドが出るってなったとしても3つのうち1つしか出ないんですよ。 でも星1のやつはさ、モッド出るっていう風な判定になったらもう絶対その星1の効果、もう血濡れ解体したらもう血濡れしか絶対出ないんだから、血濡れしか出ないですよね、みたいな感じで。これね、ちょっとなんとかこの下手くそな説明で理解してほしいんですけど、確率から言うとそういう感じになっていくので、星1よりも2から3の方が絶対にね、集めるという場合めんどくさいし集めにくいと思うので、なので基本はですね、2から3を優先してご希望のをちょっと集めておいて買いたいようにしていただくっていうのがいいと思います。うん。で多分星1効果はね、どん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 設計図を覚えていく人も増えていくだろうし、みんなね、モードとかもたくさん出ると思うから、そんなに気にしなくていいと思う。要は星2、星3効果を目指して解体してるうちに、星1効果が知らぬ間にね、のモードがどん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 溜まっていくみたいな人が大量に出てくると思うので、まあ、うん、1よりは2、3を優先しましょうっていう話です。で、続いて、不要な伝説装備の交換ですね。まあ、いらない伝説は、少々にするだけでなく、すべてモジュールに交換しておくって話です。伝説装備のこれ、モジュールへの交換ね、厳密に言うと。で、これなんでかっていうと、モジュール販売価格、マームルさんね、マームルさん、ダスティピックにいるマームルさんのモジュール販売価格が BTS では、ね、100に大幅増額されております。これライブサーバーだと50なんですけど、100になってるんですね。何が言いたいかっていうと、レジェモジュが入手しづらくなってるという話です。で、本実装でもこのままになる可能性あるし、ね、で、これは、ね、言うとね、いや、そうならない可能性もあるから、あんまり煽るなっていう意見もあるんだけど、よくよく考えるとさ、逆にもっと増える可能性もあるわけじゃん。逆を言えばね、減る可能性もあるけど、50から100になったってことでさ、100になってもやっぱ別に100でもなんかあんま BTS ってそんなにクレーム来ないから150にしちゃおうとかね、そういう可能性もあるんで、まあとりあえずですね、増える可能性結構高いので、まあモジュールにね、今のうちに全部交換しておくのがいいと思います。これね、だから不要な伝説装備を自販機に入れて交換して、少々にして、その少々をモジュールに交換しておくって、そこまでの流れなので、ちょっとこれね、文が足りてないんで申し訳ないんですけど、注意していただければいいと思います。なので、モジュールはですね、200から500ぐらい貯めておいていただけるのがいいんじゃないかなと思います。9月までね、200から500ぐらい貯めていただければ大体十分。200あれば大体いいけど、よく言えば500ぐらいあるとね、まあもう何が起きても全然大丈夫みたいな感じで、もう失敗しても全然オールオーケーみたいな感じだと思います。はい。割と自由に立ち回りますね、500あれば。で、次はですね、素体としての有力候補武器防具の、まあ、準備というお話なんですけども、これも結構重要です。まあ、適当に星1のフィクサー用意しときゃいいんだろうっていうね、思ったが、そこのあなた。ね、そこに今ね、動画を止めようと思った方いるかもしれませんけど、そういう方はね、今の時点でレジェモジュ60個損することになってるので、そんな簡単な話じゃないんだということをね、ちゃんと聞いててくださいね。びっくりするよ。で、何かって話なんですけど、まあ、素体としての有力候補となる武器や防具をね、用意しておく。これはね、理屈は分かると思います。要は伝説装備のね、まあ、伝説一部切り替えれるんであれば、まあ、それに近いものを用意しておけばいいって話ですね。で、具体例をちょっと初心者さんのためにね、まあ、一つ出しておくと、フィクサーのタイヤマークリダメ 50% AP 消費低下が欲しいってなった場合、この時ですね、まあ、この完品を現時点で、はめちゃめちゃこれ値段高いものなんで準備するの難しいんですけど、このうちの
1つか2つだけねついてるフィクサーを用意するんであれば、そんなに苦労はしないんですね。完品じゃないから値段もそんなにしないです。で、具体例を言うと、フィクサープラスでタイヤマープラス伝説交換何かプラス何かで、クリダメ 50% プラス何かプラス何かね、まあ、この何かの部分は何でもいいです。で、とりあえずこうやって3つの効果がついてて、タイヤマーとかクリダメ 50% とか、この当たりのやつに近いものを、まあなんとか1個だけ入手しておくとしていただければもうバッチリですよっていう話です。はい。で、伝説モード実装されたら気に入らない部分だけ好きなものに切り替えるって話ですね。上の例で言うと、何かの部分をこのクリダメ 50% とか AP 上否定化とかタイヤマーにするって話です。で、注意点として、星2のものを星3に変えることも一応可能になってるんですが、それだけでレジェンダリーモジュール30個消費しますので、これご注意ください。さっきから実はですね、ここタイヤーマーがついてるフィクサーを用意してくださいとか、クリダメ 50% がついてるフィクサーを用意してくださいっていう風に私が言ってないのはね、そういう理由なんですよ。つまり伝説効果は絶対に3種類ついているもので、かつ望むものにちょっとでも近いものを選んでください。じゃないと、例えば星1のタイヤマーのフィクサー用意して本番迎えたといった場合どうなるかというと、まずですね、レジェンダリーモジュールを使ってあの星の数を増やさなきゃいけないんですね。ではタイヤマーの星1フィクサーにレジェンダリーモジュールを30個使ってあのタイヤマープラス何かの伝説が続いた星2に改造する必要があります。で、そこからモッドを使わなきゃいけないんですね。で、さらに2から3にもう一回上げなきゃいけないんで、また30個使うんですよ。なので、さっき合計で60損するっていうのはそういう話ね。タイヤマーの星1フィクサー用意してるだけだったら、その時点でもうレジェンダリーモジュール60個使うことが確定してるので、で、そこからさらに伝説のモッドを、つけていく使用していくって話になってきて、すごいね、話がややこしいことになっていくので、絶対に用意するのは星3のもので望むものに近いものを必ず用意するというふうにね、ちょっとその辺誤解しないようにしてください。この辺すごい重要ですのでね、絶対に誤解しないようにしてください。はい。この辺がちょっとね、難しいところなんだよね。まあ、なので絶対ね、間違えないように本当してください。はい。まあ、あとはあの星1のこの辺のね、星1より2、3の方を優先した方が良さそうみたいな、これ私なりの意見ですよ。私なりの意見だけど、そういう話とか、この辺がですね、私のこの動画見てないとなかなかね、ちょっと思い当たらない部分かもしれないので、よく覚えておいてください。ぶっちゃけ私の今回の動画ね、今の2つが一番のポイントです。他はね、なんとなくわかると思うんだけど、そこが難しいと思う。で、あと、一つ。難しいって言っても私も教えてもらったりしてるんだけどね。はい。で、あとはね、軽微なあの修正点をいくつか皆さんに再度ご紹介してお別れしたいと思います。バランス調整としてレールウェイライフルのね、反動と AP コストが引き消えました。ただね、自動のピストンレシーバー、まあオート化するモードですね、の発射速度が落ちて AP コストがね、ちょい増えました。ちょいぐらいですけどね。ごめん、これダメージ軽減調整、これ多分文字ミスってると思う。私ここじゃなかったと思うんだけどな。ごめん、違うかも、わかんないかも。レールの話かも、ちょっとこの辺は、これ一番下のわかんない、ごめんね。で、あと、なんかね、ボス系の相手、やつらの、なんかね、クリティカルダメージに対する耐性がすごい上がったっていう噂があるので、ちょっとボス戦がですね、まあ、今まで通りのクリティカル構成だと、ちょっとやりづらくなったかもしれません。ちょっとこの辺私、未確認ですので、ちょっとどのぐらいかは何とも言い難いんですが、そんな情報がちょっとございます。はい。で、あとは、クワッドの2予測がね、まあ、ちょっと遅くなったという話で。なので、まあ、レールライフルとかめちゃめちゃ今、リロード遅いですね。クワッドのレールライフルとか、激遅で、シングルアクションリボルバーに至ってはもう完全に終了のお知らせなんですけども、そのぐらい、クワッドが弱体化されました。この辺はちょっといろいろ要検証ですね。グラウンドパウンダーとか、ね、あとリロ速の伝説効果とか使えば多少マシになるんですけど、とはいえね、結構顕著に下がります。あと、レジェモジュは先ほども言った通り、ちょっと、マームルさんがね、まあ、円安の波を受けて値上がりに踏み切っておりますので、ちょっと、まあ、要検討みたいな感じですね。まあ、私は、本実装前に全部少々はモジュールにします。全部やります。はい。じゃあ今回の動画ね、これで以上となります。皆さんいかがだったでしょうか。結構ね、
面白い調整なので、ぜひ皆さんもね、まあ楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。私も楽しみますしね。あとディスコードこんな感じでね、雑談とかも皆さんしてて、もうめっちゃ盛り上がってますしね。もうあと取引とかもね、こんな感じでバンバが行われてて、でこれで相場感とかもねすごいわかると思うんで、ぜひ取引とかチャットとかたくさん楽しんでいただけるとねいいかなと思います。皆さんのねディスコードへの参加心待ちにしておりますので、無料ですしね、スマホでもできるんで、もうモリモリ参加していただければと思います。私も時々ねボイチャーとか参加しておりますので、はい、私にいたら会いたい喋りたいみたいな人がもしいたらね、来ていただけるとそれもそれで結構嬉しいです。じゃあ今回の動画はこれで全部以上となります。お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。またよければね、ぜひ別の動画もご覧ください。ぜひ YouTube チャンネル登録して Discord にもね参加してください。お疲れ様でした。ありがとうございました。